一体日本はいつからこうなってしまったのでしょうか。企業は衰退し、給料は下がり、お金がないため結婚できない若者が増え、子供の出生数では過去最低の87万人を記録。そしてあろうことか、社会の宝である子供にまでそのしわ寄せが行き、今や日本の子供の貧困率は 13.5%。これは OECD 平均 12.8% を上回る数値であり、今日本は子供の貧困大国とまで呼ばれています。30年前、企業の時価総額ランキングで日本企業はトップ50位に32の日本企業が入っていました。そして今現在、トップ50位に日本企業は1つしか入っていません。そして金融資産、つまり貯金ゼロの20代の割合は2007年に約3割だったのが、2017年は約6割に。コロナ禍でこの割合はさらに増えていると予想されます。なぜこうなってしまったのでしょうか。日本人は昔に比べて怠惰になってしまったのでしょうか。日本人が働かないから収入も下がり、貯金もできなくなったのでしょうか。それは違います。日本人は今現在も放っておいたら死ぬまで働いてしまうくらい勤勉な国民性を持っています。ではなぜ日本経済は落ち続けているのでしょうか。世界一真面目に働く、放っておいたら死ぬまで働いてしまうような国民がいるにもかかわらず、なぜ日本は結婚できないくらい貧しい若者が増えてしまったのでしょうか。これは明らかに政治の失敗です。日本人が怠惰で不真面目でぐうたらだからではありません。政治の失敗なのです。政治だけがここ数十年失敗し続けているのです。本日はここ数十年日本政府が行ってきた悪法を一部ですがご紹介させていただきます。労働者派遣法改正。ふぅ、今日もきついな。おい清志、これ今日給料日だろ。あ、社長ありがとうございます。いつもありがとな。来月も頑張って。はい、頑張ります。どれどれ、今月はいくらだ。お、まあまあだ、35万。しかも来月ボーナスじゃん。いつも50万くらいはあるから、これで貯金400万超えるぞ。給料も入ったし、自分へのご褒美買っちゃうか。あとはたまには子供にお土産っと。嫁には後でドーナツ買ってこ。帰ったぞ。おかえり。わあ、お土産だ。パパありがとう。うわあ、ドーナツ美味しい。よかったな。来月ボーナスだからいっぱい食えよ。パパすごい。2003年3月、小泉内閣により製造業および医療業務への労働派遣が解禁された。それにより企業は安く使える派遣社員を優先して使うようになった。うぅ、今日もきついな。今日は給料日か。派遣会社から振り込まれてるかな。今月も15万か。家賃が7万だから今月も切り詰めないと。はぁ、なんも買えねえや。生きるのしんど。貯金はゼロ。こんなんじゃ結婚もできねえ。はぁ、売れねえ売れねえ。全然売れねえ。なんでこうなっちまったんだろうな。前は3万のカバンとかバンバン売れてたのに。あー、山田くん、君の給料来月から下がるから。またですか。やってられないんですけど。このように小泉内閣にて派遣法を改正したことにより、労働者は貧しくなりました。それだけではなく、労働者が貧しくなったことで物が買えなくなり、漫画内ではカバン屋さんの景気が悪くなっていましたね。漫画はここで終わっていますが、この後はカバン屋さんが物を買わなくなり、不景気の波が国民全体を苦しめたことは言うまでもないでしょう。改正入管法。ああ、もう家計がカツカツ。旦那が働いてて、私もパートで働いてて、なんでこんなにカツカツなの。この子もちゃんと育てないといけないし、保育園代もバカにならないしね。おう、この絵。うちなんて保育園代払うためにパートしてるみたいなもんよ。うちも、もう大変よ。保育園料高いから、私はパート出てないけど。あ、でもね、うちの旦那から聞いたんだけど、もしかしたらパートの時給、全体的に上がるかもしれないんだって。なんで？いや、なんかね、この前雑誌で読んだんだけど、ずっと少子化が続いてるでしょ？だから若い働き手がいなくって、これから人手不足になるんだって。
それでなんでお給料が上がるの？人手不足だと会社も給料を上げざるを得ないのよ。例えば1000円でパート募集して人が来ないとするでしょ？すると会社は1050円とか1100円とか時給上げて募集しないといけなくなるのよ。ほら、 YouTube の動画でも偉い経済評論家さんも言ってるし。本当だ、やばい、めっちゃ楽しみなんだけど。あ、じゃあ私もパートに出ようかな。このように2018年頃から人手不足だと新聞やテレビでも騒ぎ始め、一部の専門家は下がり続ける国民の報酬を上げるチャンスだと言っていました。ですが、改正入管法成立。ちょっとかなえ、話が違うじゃない。全然時給上がらないんだけど。ごめんごめん、あれさ、改正入管法が成立しちゃってダメになったわ。え、何？そのなんとかかんとか法って。いや、改正入管法ね。改正入管法が成立したことで、要は外国人の方をたくさん日本で受け入れて働いてもらおうってことになったの。ふんふん。で、そうなると別にパートの時給上げなくても外国人が来てくれるでしょ。だから時給上げる必要なくなったのよ。なんで？なんでそんなことしたん？私の給料は？私のカツカツは？カツカツなんだけど私んち。まあまあ、怒る気持ちはわかるけど、もう決まっちゃったしね。この二人が話す通り、2018年頃騒がれた人手不足問題は給料が上がるチャンスでもありました。それに加え、人手不足は経済成長のチャンスでもあり、実際に日本の高度経済成長期は超がつくほどの人手不足でした。当時の日本はその人手不足を機械化で乗り切り、本来100人でする仕事を10人でできるように仕組みを作り、その機械化で日本の技術が発展し、世界が日本に追いつけなくなり、どんどん日本経済も発展していきました。改正入管法はそれらのチャンスを潰す愚策でした。我々はこの20年で作られてきた愚策を一つ一つ撤廃します。まずは派遣法を小泉政権前に戻します。そして改正入管法も改正前に。そして何より消費税をゼロにします。そして我々はここ20年成長が止まった日本を再び軌道に乗せ成長させます。具体的には国の規模とも国の富とも呼べる GDP の増加です。この20年アメリカや中国は学術や科学技術など国の発展のために使うお金を増やして GDP を増やしています。アメリカはここ20年国の発展にお金を使った額を約2倍に増やしており、 GDP も20年で約2倍に増えています。中国はここ20年で国の発展のために使ったお金を約20倍に増やしており、 GDP は20年で約10倍に増えています。これに対し日本はここ20年国の発展のために使うお金を増やしておらず、毎年ほぼ同じで GDP も20年前とほぼ変わりません。この他国が行っているのに日本がなぜか行わない、普通の国として当たり前の国の発展のためにお金を使うという行為を我々は行います。最後になりますが、野球選手は2世だからといって活躍できるわけではありません。しかしなぜ国会議員には2世ばかりがはびこっているのでしょうか。それはつまり誰でもできる仕事だからです。野球選手のように実力が厳しく審査される世界では2世などありえません。そして政治の世界こそ実力が厳しく審査される時代になってほしいと思います。ぜひ国民の皆様には2世がはびこっている現状の国会を正しく審査していただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。